皆さんこんこにちは MBA ラウンジの川尻です、えー、私は今ですね名古屋名古屋市の天白区にある天白公園というところに来てます、えー、広いですね公園ですね自然がいっぱいあってなんかバーベキューとかキャンプするようなね場所もあったりしてあと子供がね遊ぶ遊具とかも、まあ、全然見えないですけど、まあ、あったりしてですね、えーまあ、名古屋にいますと。 で今回、ね、名古屋に来たのは名古屋在住の MBA ラウンジの受講生さんとの交流会ということですねコロナ対策をした上での交流会を行いますということで名古屋に来ていますで。今回お話ししたいのはですねこの交流会に絡めてモチベーションを維持する方法これについてちょっと話をしたいと思うんですね。やはりねこういうい交流会前回回大阪で今回名古屋と こういうところでやっていくとやっぱりねこうモチベーションが、ね、上がりましたとかやる気が出ましたとか自分がやるべきこと、ねえー、どんなことやっていかなきゃいけないのかということを分かりましたとかいい意味で焦りましたとかそういう声をよくいただくんですよね。まあ、とはいうものですねやっぱりねモチベーション高める維持するっていうのは結構 MBA 受験では、まあ、結構ね難しいことだと思います。やっぱりね あの期間が長いですからあの集中してねずっと保っていくもう場合によっては1年とかね保っていくっていうのはやっぱり非常に難しいので、まあ、そういったところ苦労されているという人が多いということですね。で私もね今まで、えー、ですね、まあ、MBA 留学とかあと海外就職とか。 あととは自分のビジネス立ち上げる企業とかねえこういったことをねいろいろやってきたわけなんですけれども常にやっぱりねモチベーションを高めて維持してえ一歩一歩ね達成してきたというのがありますで私の場合じゃあどういうふうにやったかということでえちょっと参考までにお話をさせていただくとまあ私のやり方ですねそれはですねやっぱりこうなんかやろうとした時挑戦しようとした時に今までの 嫌な思いとかそういうことを思い出して自分を鼓舞するっていうようなやり方をしてます例えばあのすごくね、えー、いじめられた経験だとか例えば会社員時代にですね、えー、上司とか先輩とかからなんかぐちぐち言われたいとかバカにされたとか、えー、見下されたやっぱねそういうようなねちょっとした嫌な経験そういったものを思い出して 何クソと絶対に負けないぞというような気持ちで、えー、自分を鼓舞してやってきたというようなことですねこの MBA ラウンジ立ち上げる時もそうですね最初はですね、えーそんなビジ「そんなのビジネスになるの?」とか言われたいだとかね、えー、なんか鼻で笑わ,れ笑われたような感じ「ああそう」みたいなそんな風なねことをやっぱねリアクションとしてあったりしましたね。 で、まあ、そういう、いその時はね、まあ、悔しかったりちょっと自分にね、自信をちょっとなくしたりやってること正しいのかなとか不安になったりね、えー、することはやっぱありましたけれどもその一つ一つをですね、嫌な思いを思い出して何くそとで絶対見返してやるというような気持ちそれがね、少し,少しずつ溜まってモチベーションを維持できたのかなと思うんですよね。 例えばあのいろいろねずーっとハードワークやってあ今日はこれで終わりとやめとこうと言った時にちょっとね嫌な経験あの辛い経験とか思い出して何くそと思ってあと10分やるとで終わるとで次の日も、あのー、ここで終わろうと思った時に嫌なことを思い出して何くそと思ってあと10分やるとで終わると、まあ、そんな感じでモチベーションを維持し続けてきたというのがあります。 なんかねきっかけとしてはすごいこう前向きではないね嫌なことを思い出してね何くそと見返してやるとねもうすごいなんか好戦的な感じでそんな印象があるかもしれないですけれども、まあ、例えばまあ、私の場合は例えばまあ、そんなやり方を主にはしてきたということですね、まあ、もちろんそれだけではないですけれどもだからね皆さんもね何かこうモチベーション維持したいと思ったらちょっとしたね いじめられた経験見下された経験バカにされた経験そんな経験を思い出して何クソということで頑張ってみるっていうのが一つ、まあ、方法として考えられるのかなというふうに思うんですよねでこういう話をするとですねんあんまねそういう思いしたことないなっていう人もまあ中にはいるんですね悔しい思いとか。 結構今まで順調にやってきたんですよと何でも私できちゃうタイプなんでみたいなそういうような人はね、えー、まあそれはそれでいいかもしれないですけど、まあ、裏を返したらもしかしたら挑戦してないからそういう風に感じるのかもしれないということも覚えておいてもらうといいと思います例えば私が起業する時いろんな人にねバカに咲いたり鼻,に鼻で笑われたりしたのも起業しようと思ったからこそ体感 したことですし、えー、あとは m b a 留学の時もそうですね、本当にね、あなんか見下されたような、やっぱりいろいろあるわけですよね、いろんな人から。で、それもやっぱり b a 留学しようと決意して、えー、やったからこそ、そういう嫌な思いをしたっていうこと、だから、あのね、まず、モチベーション高めるためには、維持するためには、嫌な思いを思,思い出して奮闘すると。でその嫌な思いするには 何か挑戦してななきゃいけないっていいけととうことだと思います、ね、何か挑戦する、ちょっとしたこと MBA だったら MBA に挑戦してみるでそれを人に話してみるとかね、えーまあ、転職もそうだし起業もそうだしね、まあ、そのほか何でもそうですよねこんな、まあ、習い事やってみたいというのもそうです何かしら挑戦してみるでそこでバカにされる反対される、ねえー、そういう思いで何くそということで頑張っていくことができるんじゃないのかなというふうに思いますね。なので m b a 受験というのは非常にこう長,長期性になりますし嫌な思いばっかりしますね、えー、試験もね、えー、なかなか点数取れなかったりだとかうーんなんかねビジネススクールの人と話したらちょっとねうんな,んかなんかうまくね、えー、ちょっと馬鹿にされたような感じとかあるかもしれないですよね、まあ、そんな時は何くそと奮闘してモチベーションを維持して少しずつやっていくということこれがね非常に重要なのかなというふうに思います ということで、今回ですね、えー、まあ、景色としてはね、何とも何もないですけど、こういう、えー、名古屋の天白公園、えー、こちらからあのお話でした。以上です。ありがとうございます。